大相撲春場所残すところ5日間、大阪は非常に盛り上がっています。まあ、世界大会で言いますと WBC が盛り上がりました。そしてまあオリンピックは、東京オリンピックは無観客だったので力士の登場はなかったんですが、今日あのセンター試験の問題が長野オリンピックに関する問題、力士が土俵入りをしてさらに先導もしてということで、もう大勢集まってさぞかし大変だったんじゃないかなと、はい、思いますけどね。いろいろ覚えてらっしゃると思いますが。そうですね。でもいい経験でしたよ。あ、そうですか。はい。やっぱりあの昔はオリンピックを目指してたので柔道で。まあ変わった形ではありますけど、はい、オリンピックに参加できたかなと。あ、なるほど。はい、そうしますとこうちょっと気持ちも他の人とはまた少し、ね、違うオリンピックの見方をしていたんでしょうか、ね。あ、そうですね。はい。柔道でオリンピックを目指してらっしゃるんですね。そうですね。まあ、それを相撲に切り替えて、はいはい、そして力士として長野オリンピックに参加ということになりました。はい、ただ寒かったね。寒かったです。それが25年前ですね。はい、さあ、なかなかこの東京オリンピックはそういう無観客だったものですから、国内でオリンピックということになりますとまたしばらく先になってしまうかもしれません。うん、土俵上は錦木、そして阿炎が土俵に上がっています。阿炎ここまで5勝5敗、錦木は2勝8敗とすでに負け越しが決まっています。阿炎は2日目から5連勝がありましたが、その後7日目から4連敗、いわゆる面相撲。そうですね、はい、阿炎の相撲はそういう結構多いですね。そうですね、流れというのがきっとあるんだと、はい、続き錦木下がりません。引いた、そこを出ていくが引き落とし決まりました。阿炎です。押し切れはしませんでしたが阿炎にはこれがあります。さあ連敗を止めました。これからですね、はい、あとまあ相撲でいうと前半戦、中盤戦、後半戦で後半戦ですもんね。あ、そうですね、はい。まあ、まだまだこれで6勝5敗ですから、この中でいくと阿炎と2桁勝つかもしれないということですよね。相撲内容としてはどうでしょうか。まあ、相撲内容としては少し押され気味ですけどね。まあでも勝てば、はい、1つ勝てばいいんです。はい、まあ、先ほどこう調子が悪い中でも勝つことが大事という話もありましたが、はい、決して今場所の阿炎絶好調とは言えませんが、その中でちゃんと勝ってきている、はい、そうですね。という阿炎が白星を重ねました。錦木は2勝9敗となりました。阿炎は明日御嶽海、錦木は明日玉鷲です。さあ、大きな声援が聞こえてきました。今場所もしかしたら一番大きな声援を浴び